今からおよそ200年前、大月坂慶は江戸に生まれました。坂慶の父玄宅は有名な蘭学者で、蘭学を日本に広めるためにはオランダ語を日本語に翻訳するための文章化が必要であると考えていました。坂慶の兄は父の後を継いで蘭学者になっていました。しかし次男である坂慶は父の強い願いから漢学者の道を歩むことになりました。8歳になった坂慶は漢文の勉強を本格的に始めました。どんな学問にも積極的な坂慶は学んだことをどんどん身につけ、10歳の時には他の漢学者が驚くほどの漢文を書くようになっていました。そんなある時、父は坂慶にお世話になっている師匠の家に養子に行くように命じました。当時は父親の命令は絶対でしたが、坂慶は固く結んでいた口を開くと、父上、自分は何か一つの仕事で身を立てたいと考え、漢学を一生懸命に勉強してきました。養子に行くと漢学の勉強が続けられなくなります。このお話だけは父上の命令とはいえ従えません。どうかお許しくださいときっぱり言いました。父は叱りましたが、坂慶は父の命令を聞きませんでした。その後も坂慶は学問を続け、17歳の時、幕府の最高教育機関である昌平坂学問所に入ることができました。そこで10年間漢学の勉強に打ち込みました。学問を追求するため全国から集まってきた若者と鍛え合う日々でもありました。この頃、全国の沿岸に外国の船が頻繁に姿を見せるようになっていました。27歳になった坂慶は昌平坂学問所にこもって勉強することだけで世の中の役に立つ人間になれるのか疑問を持つようになっていました。そして外国の様子はどうなっているのだろうかと考えるようになりました。外国の様子については蘭学者の父や兄を通して多少の知識は持っていましたが、もっと詳しく知るために長崎に行きたいと思うようになりました。長崎は日本でただ一つオランダとの貿易が行われていたからです。坂慶は思い切って父に願い出ました。父上と兄上から西洋の進んだ科学について聞いてきました。西洋の様子をもっと詳しく知るために私を長崎に行かせてください。長崎はお前が考えている以上にずっと遠いところだ。お前は江戸で学んでいればよいのだ。父上、私は日本を西洋から守るためにどんな方法があるのか明らかにしたいのです。最初は許さなかった父でした。しかし日本を守るために漢学だけでなく西洋の事情も追求しようとする坂慶の強い思いを知り、ついに長崎行きを許すことにしました。それでも息子のことを心配した父は、出発の時知り合いの学者55名への紹介状を坂慶に持たせました。坂慶は紹介状を握りしめ胸を張り長崎へ旅立ちました。坂慶は有名な学者を訪ねながら長崎を目指しました。しかしその途中で父玄宅が亡くなったために江戸に戻ることになりました。そして翌年、なんとか長崎に赴くことができました。長崎では西洋人が起こした事件のためにオランダ人に直接会うことはできませんでしたが、砲術家である高島秋帆などと出会いました。
天保12年1841年には高島秋帆が行った当時最も進んだ軍隊の戦い方である西洋砲術演習を見て興味を持ち、坂慶は西洋砲術を学びました。フランスやロシア、アメリカの当時の様子を研究し、本にまとめたりもしました。こうして坂慶は世界を広い目で見ることができるようになっていったのです。坂慶が53歳の時、大事件が起きました。黒船が突然神奈川の浦賀に姿を現したのです。鎖国を続けている幕府に開国を迫るためにはるばるアメリカからやってきたのです。仙台藩主は数多くいる藩士の中から西洋の進んだ文明について詳しい坂慶を選んで浦賀に向かわせました。坂慶は浦賀で黒船の様子を見届けました。4隻の黒船は今まで日本人の誰も見たことがない軍艦でした。あのような煙を吐いて進む鉄の船に日本が攻められたらひとたまりもない。次の年も黒船がやってきました。今度は7隻の軍艦でした。坂慶は報告のために泊まり込んで黒船を射精しました。もっと詳しく調べようと決心した坂慶はある晩、飲料水や燃料の薪を運ぶための船で黒船に近づくことに成功しました。なんて大きな軍艦だろう。頑丈な船体は大砲の弾も寄せつけないようだ。そして坂慶は軍艦の中にいた中国人の通訳と話をすることができました。当時の中国はイギリスとの戦争に負けて植民地にされていました。この中国人通訳は戦争で乱れた中国から逃げてきたのでした。日本が中国のように植民地にされないためにはもはや開国しかない。坂慶は仙台藩主だけでなく幕府に対しても開国が必要であるという意見書を提出しました。この当時、外国人を日本から追い出すべきだと考える人の方が多く、開国を訴えたために命を奪われる人も出ていました。坂慶の身にも危険が迫っていました。しかし坂慶は自分の考えを変えようとはしませんでした。やがて幕府は長い間守ってきた鎖国をやめて開国に踏み切りました。ところが幕府軍と薩摩や長州などの薩長軍との間に戦争が起きました。仙台藩は薩長軍から幕府に味方した会津藩を攻撃するよう命令されました。仙台藩は幕府軍と薩長軍どちらに味方をしたらよいか決めかねました。藩の重役は外国の事情に詳しく知識豊かな坂慶に意見を聞きました。坂慶は今国内で争っている場合ではありません。それに薩長軍は外国人を追い出せと言っていますが、この考えは間違いです。幕府が進めた開国は正しかったのです、と答えました。仙台藩の重役は坂慶の意見を取り入れて薩長軍に対して会津を許し戦争をやめるようにとの手紙を送りました。しかしこの手紙は薩長軍には届きませんでした。やがて仙台藩や東北の諸藩は薩長軍との戦争に巻き込まれていきました。戊辰戦争です。戊辰戦争は幕府軍の敗戦で終わりました。坂慶は政府に歯向かった罪で牢屋に入れられてしまいました。何人かの役人が戦争の責任を取らされて死刑にされました。坂慶も死を覚悟しながら牢屋で過ごしていました。しかし翌年、坂慶を慕う多くの弟子のおかげで
自由になることができました。明治になると新政府は外国の進んだ文明を取り入れて豊かな国づくりを進め、次第に先進国の仲間入りを果たしていきました。日本は旧暦から太陽暦に改め、明治6年1873年元日を迎えました。晩慶は多くの学者を自宅に招いて正月の祝いをしました。大月家では以前から太陽暦で元日を祝う行事を行ってきたのです。我が国もやっと西洋と肩を並べることができたとつぶやくなり、晩慶は目を閉じじっと考えていました。この時晩慶は73歳になっていました。